はい、すいません。よっこ、よっ、いや、かわさなきゃって思ったらそっちの方向から来てて、おい、ナイス、私ナイスシュー、首振り大事。ちょっと休めた、タト。来た、おー、惜しい。斬新な斬新なトラップ、動き出し、おい、リズムとは慣れた、仕事場、職場、リズムは慣れました。リズム、リズムって何ですか？あ、日々の、そうです、あ、仕事は慣れてない。結局どこ、どういう感じの仕事なんですか？ホームになります。ああ、僕は学生とは触れ合わないです。あ、ですね。中、おお、なんか目星ついた。何ですか？好みのことか。いや、監督が触れ合ってるのはおばさん。いやいや、聞かれてたらどうするの？ちょっとした奇特な人が追いかけてるかも。リズミカのこと。うん、ナイス。オッケー、おい、早い、一歩目だな。おい、取った、おい、よし、完璧。あれ、今週末のエンジョイって出ま、出た、僕は出ない。あ、伊崎くんが出ます。オリエちゃん出ます。はい、トッティも出る。で、J は出ない。 J はなんか珍しく前聞いたら、いや、俺エンジョイ出たら足引っ張っちゃうからみたいな。どういうことですか？よくわかんないですけど、でも思ったのは、エンジョイ、そうです、お疲れ様です、ね、ごめんなさい、エンジョイって足引っ張るもないもなくないですか？別に別に勝ち負けじゃないから。山本君入ってなかった？あ、入ってます。 あと龍之介も、あ、珍しい。あ、えぐいっすね、割と。冷静になったら割とえぐいっすね。休めるじゃない。はい、僕、あの、指揮者として、おい、指揮者として、それはもうカザフィー。はい、いや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 、あー、足、最後まで走れよ。寝てんじゃねえよ。大月さんを見習って、オールバックで、オールバックでメガネかけて。いや、ナイスシュー、ナイスシュー。俺だって、あの、LINE の自分の画像をあれに変えようかと思いました。久々に2年ぶりぐらいに変えようかと思いました。風間にしてください。レッズファンでもない。いや、だいたいああいう見た目で実はなんか科目でとかそういう話です。うん、でもキャラ通り、キャラ通りのなんか。はい。力が速いですよね。勝負勝負。なんか一歩目が。俺もああいうエンジン欲しいな。フェア状態動けません。ここから一歩目向けに。あーって思いながら。分かります。見えてはいるんですけど、ね、このポーズから両手で今完全に全身を支えてるんで、だんだん痺れてきたっす。はい、はい、はい、おう、
きー。おいしい。俺の前で言うのやめてくれます？じゃあ、 6月にじゃあ折り返しということでやります。それぐらいになると俺また年末大慌てになるんで夏休みの宿題貯めるタイプなんで、ギリギリまで秋山さんは多分全然手が回らないんで大変なことになります。もしかしたら次の試合から結構そっち重視になるんですか？いや、いいっす、いいっす。全然入んないかもしれない。だってぶっちゃけ練習試合ですから結果はいいっすもん。内容とかそっちの方を大事にしてる。遊んでいいっすよ全然。おい、ナイスキーパー。惜しい。ごめんなさい。惜しかった。